プレナチャンネル。はい、どうも皆さん、今回もご視聴ありがとうございます。今回はリクエストがあった、メネクスヤマトのお菓子を取ってきたという動画になってます。これ早速ちょっとハイエナで申し訳ないんですが、こういうね形になった時ってこの手前を狙ってみるとよくて、であとこれ端幅が意識することが大事で、端幅広い場合は一気に回せることができるので、ぜひここにはバーカンショーをさせていただいて一気に回すと気持ちいい、一気に押してくれると思います。まあ、今回はこの取り方が結構多いですね。でメネクスヤマトによくあるこの100円2プレイの個数制限なし台、やってみると分かるんですけど案外難しいんですよ。案外難しくて、まあ、2プレイあるんで、いろいろ考えながらできるから僕は好きなんですけど、まあ、攻略法はねちょっと探しつつって感じでやっていただけるとよくて、で1個さっきも言った通り一気に回す形がとてもよくて、今回はちょっと取り方違くて本体で押さえつつアーム引っ掛けて角度変えるって感じだったんですけど、例えばこの形、この形だと狙いにくいんですよ、めちゃくちゃ。でアームの幅的にも UFO8 の特徴的にも入んないで、そういう場合は積極的に平行移動、お願いして、アームが入る形を作っていただけるといいと思います。今回もねなかなか厳しいんで平行移動させてもらって、さっきのチョコレートみたいな取り方をちょっと狙ってます。こういう場合はねやっぱ早めに平行移動が有効なお店では使ってみた方がいいと思います。積む形になっちゃうとなかなか取れないんで、これが理想的な取りの方なんじゃないかなと思います。でこのビッグカツで、これは右が邪魔してるんですけど、ここはなんとか実力的に取りたいと思ったんで、ちょっと工夫して開き幅考えて、右のビッグカツより、ね、右アームが当たんないような位置でギリギリ狙えばいいとこ入るんじゃないかなと思って、今ちょっと奥すぎて奥のバー当たりましたけど、次は修正してうまくアーム入れればいけるんじゃないかなと思ってます。どうでしょう、どうでしょう、いけるのか、いけるのか、いいとこ入ったぞ、いいとこ入ったぞ、一気にいけ、一気にいけ、ニコ取りは無理なのよ、ニコ取りは無理や、無理や、それは。ご視聴ありがとうございました。またお菓子取っていきたいと思います。